それでは砂部選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか。もっと戦いたかった。はい、ありがとうございます。対戦を終えて相手の印象というのは戦う前と違うところはありましたでしょうか。いえ、相変わらずこう思い切りがよく、打撃も寝技も、そつなくこなす素晴らしい選手だと思います。ありがとうございます。試合前のインタビューで、今回は勝ってお客さんに笑顔で帰ってもらいたいというのが自分の仕事ですとおっしゃっていました。と、今回またちょっと負けが続いてしまったんですが、今お気持ちはいかがですか。言うなよ、わざわざすみません、なんか言い方がちょっと難しいですよね。いやいや、全然ダメですよ。はい、沖縄でいうと宮城弘勝選手以外沖縄の選手全員負けています。はい、大将も大負け、沖縄最弱って言われてもしょうがない内容だと思います。ただ沖縄でライジンが開催されるし続けるには、沖縄の選手が勝って、地元の応援団が盛り上がることがやっぱり一番の恩返しというか、来てよかったなって思うことだと思うので、まあ俺は俺を諦めずに、はい、また戦います。ありがとうございます。それでは試合を終えたばかりなんですが、今後の展望というのを教えていただけますでしょうか。まあオファーがあれば戦う、はい、そこでパフォーマンスを見せる、もういい加減負けるのに飽きたんで、はい、勝つために生き続けます。はい、ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、ではお願いします。お疲れ様でした。ライターの橋本です。まあ、ああいう形の試合だったんですけれども、もうああいう感じでもらってしまったら仕方ないという感じなのか、ああいう中でも何かもっとできることはあったのかなって、今率直な気持ちとしては、まあ試合終わってすぐですけど、どうでしたか。仕方ない、ただ自分の気持ちだけを言うと、戦いたい、まだ戦いたいっていう、ことだし、まあ、あそこまで持っていかれた自分が弱いだけなので、はい、そこは全然別に相手に恨みがあるわけでもないし、レフに何かがあるわけでもないし、はい、戦えるので戦いたいっていう気持ちだけです。はい、その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。あと試合後、中司選手とは何かこう言葉を交わされたりとかはされたんでしょうか。いえ、まだ会っていないです。はい、わかりました。ありがとうございます。